はい、皆さんこんにちは。朝がキャッチでございます。5月は6日の土曜日になりましたね。まったりしています。もう日がね入らなくなったんですけどね、日は照ってるようでございますね。そう見ると分かります。さて、ブルームバーグにこんな記事が出てまして、これは昨日の21時ですね、21時17分、テスラ中国での出荷台数は4月に 14.7% 減、価格競争が影響かということでございまして、これ本当に読みにくいんですね。ブルームバーグなんとかしてほしいんですけど、画面の半分しか使えないっていう、あかんわ。米テスラが中国の上海工場から出荷した電気自動車 EV の台数は4月に減少した。同国は各メーカーが価格を引き下げており、消費者が他社の EV に目を向けている可能性を示唆している。中国で製造されたテスラのモデル Y、モデル3の出荷台数は前月比 14.7% 減の75,842台だった。全国乗車市場情報連合会常連会が5月に暫定集計を公表したというだけでございます。これだけの記事ですけども、テスラですね、今ですね、全世界でですね、値引き販売をしていますね。ヨーロッパでもアメリカでも値引きというか値下げをしましたね。値下げをしてですね、各国のですね、補助金の基準に、合わせようと。で、要はガソリン車をに対抗しようということなんですけど、またガソリン車に比べると高いですね。意外なことに、ね、アメリカでも結構売れてるんですね。もうアメリカでは売れへんのかなと思ったんですけど、アメリカにもですね、この A 格好 C が多いわけですね。俺れおれテスラ乗ってんねみたいなですね。まあ、見えっぱりはどこの国でもいるもんでございまして。結構売れてるというですね。日本ではあんまり見ませんね、テスラ。なんか800万ぐらいするらしいですね、普通に買うと。それに補助金が100万とか200万つくんでしょう。一体何の意味があるんやろうなと思います。今現在日本でですね、テスラ車を買う意味というのは、ハイブリッドでさえですね、あれ何の意味があるのと。毎日ね、100キロも200キロも走る人であればね、ハイブリッドでもいいと思うんですけど、めったに、私にはめったに乗らない、年に1万キロ乗らないですからね、よく乗ってた時期で5、6000キロですね、年に。もう今なんかもう全く乗らないですよ。マンションの現状に昔は車で行ってたんですよ。月に1回は車に乗ってですね、100キロから200キロ走ってたんですね。で、だからうちの車年に3000キロぐらいやったんですけど、この1年に限ってみては1000キロも走ってないじゃん。長い距離走るったら旅行に行くぐらいですね、他は乗らないですからね。そうなるとですね、意味がないわけですね。電気自動車に高いお金を出して電気自動車に買う意味がないって、合理的に車ももういらんやんっていう世界ですね、私の場合は。僕みたいな人間にとっては電気自動車でもガソリン車でも全く関係ないわけですね。アメリカ人って結構車毎日乗るでしょ。で、電気自動車乗ってるんですね。不思議でしょうがないですけど、で、アメリカ人ってね、毎日車でこう仕事場に通うという人がですね、多分全サラリーマンの、サラリーマンというか全勤労者のうちの、どうでしょう、半分は絶対超えてるはずですよね。こんなニューヨークやね、ロサンゼルスのですね、都市住民だけ、ちゃいますからね。で、公共交通機関を使うというのはですね、車持ってへん人というイメージになってますね。なんで、そういう車社会にアメリカではやっぱり電気自動車流行るんでしょうけどね。日本はだって田舎に行くと軽自動車でしょ。本当はそんな高い電気自動車って意味ないやんっていう世界ですね。まあいいんですけど。で、中国はね、車社会ないようなようわからん位置づけだと思うんですね、今社会の出来がですね、構成が。
でそこで電気自動車と言うてテスラと言うてもですね、そうそんないらんやんと。だからですね、減ってるんだと思います。テスラというのは中国で初めてですね 100% 外資が認められた会社というふうにな記事を読みました。今はどうか知りませんけどね、 2,3 年前に。で、成り物入りでですね、中国で、ですね、ビジネスを広げたんですけども、それも 2,3 年前に上海のモーターショーでですね、テスラの車の上に乗ってなんか講義をしているおばちゃんの映像が流れました。何とか忘れましたけど、もう何でもなんか言いがかりですよ。でそれに対してテスラはですね、まあ、初期対応を誤ったんですけども、そのうちで、中国でのですね、トップは全面謝罪に追い込まれてましたね。テスラも中国でですね、当局から睨まれてるなというのはよう分かりました。今年は BMW やられてましたね、確か。アイスクリームをですね、ヨーロッパ人には渡すのに中国人には渡してなかったというのをばらされてですね、全面謝罪に追い込まれてました。ああいうことをですね、あるということはですね、中国当局がそれを認めてる、あるいはもしかしたら中国当局がそれをですね、仕組んでるという可能性があるんですね。なぜ報道の自由のない国ですから、当局が認めたそういうことしかですね、そういう報道しか流れないわけであって、当局が認めてるということはですね、それは OK ということで、あるいは当局が仕込んでる背後にいるということも十分考えられるわけで、でテスラはですね、どうやら中国ではですね、追い出されモードになっていると私は見ています。だからいずれ追い出されます。で中国にはですね、もっとテスラより安いですね EV を作る会社がウゴタケノコのごとくいっぱいできてるんですよ。で彼らはですね、もう価格で勝負とかでやってるわけですね。でテスラの強みは先行してるということなんです。先行してるんで、ですね、分厚い利益構造があるんですよ。先に作ったわけであって、結構儲けたわけであって、そこでですね、利幅をいっぱい取って売ってたわけですね。今ね、だから思いっきり儲かったわけですね。で儲かったお金でですね、技術者を雇いのソフト開発にお金入れのしてるわけです。なトップを走ってるだけあってですね、先行者利益、まあ、ファーストペンギン、ファーストペンギンでもないんですけど、まあ、先行者利益というものがあるんで、これを世界でプールしてるんで、まあ、しばらくはですね、電気自動車トップ走ると思います。あと1、2年かな、長くて3年かなと。でその後はですね、怒涛の競争に巻き込まれます。今日本も一生懸命追いかけてますよね。追いかけていて、あと世界のですね、フォルクスワーゲンにいたらですね、ルノーたらも一生懸命追いかけてます。まあ彼らが出てくるとですね、もう怒涛の競争に巻き込まれています。巻き込まれてしまうんで、テスラの独走というものはあれですね、許されなくなって、そのうち凋落が始まるんではないかなと思います。まあ今までね、多少ね先行者利益で儲かってきたけどもですね、そんなもんね、ガソリン車としてね、100年以上の歴史のあるような企業に太刀打ちをしてですね、最終的にですね、生き残れるかというとですね、それはなかなか難しい世界ではないかなと思いますね。テスラ自体がですね、まあブームに乗ったという感じがしますし、例えばトヨタなんかはですね、日本国内にものすごいディーラーも持ってるわけであって、テスラはそんなにいらんって、ね、全部ネットで売るんやって売ってきましたけど、最終的にはやっぱしね、ディーラーもがあった方がですね、何かと強いと思いますよ。結局人間ですからね、相手は、人間ですから、例えばトヨタの車とね、テスラの車が EV がね、同じもんでは同じなんであればですね、人の顔が見えた方が買うでしょう。だからそれはですね、日本に限らずともですね、世界中同じようなもんですから、最終的にテスラが生き残れるかどうかというのはですね、ものすごい電気自動車の性能が良ければ話は別ですけど、こんなもんすぐ追いつかれんねんしやからですね、いずれワンノブゼムで生き残れるか消えるか、あるいはどこかに買われるかという運命をたどるんではないかなと思いますね。はい、だからあとちょっと命かなという僕は思ってますけども、このですね、ブルームバーグのですね、
私が今言うのは、なんでブルーマーこんな醜いページをいつまでも作ってるんでしょうね。これ消す方法ないのかなと思うんですよ、ほんまに。テスラ中国での販売や出荷台数は4月に 14.7% 減、価格競争が影響かという記事のページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。